皆さんこんにちは。この動画では DCS-F16C のゲームパッドの基本的なボタン設定を紹介します。キーの設定が難しいと感じている方向けの動画になります。私のキーバインドのファイルも共有させていただきますので、それを導入すればご自身で設定する手間が省けるかと思います。なお、この動画の内容や概要欄からダウンロードしていただけるファイル、キーバインド、操作方法の内容については、私自身、DCS 初心者ですので、間違っている箇所も多々あるかと思いますがご容赦ください。それではまず、キーバインドのダウンロード方法からご説明します。この動画の概要欄の共有リンクからダウンロードできます。ZIP としてダウンロードしてください。ダウンロード後は ZIP を解凍します。フォルダ内に3つのファイルがありますが、キーの設定ファイルは2と3です。1のキーバインドメモには、パッドのボタンごとのキー割り当てや、機体の操作、並走使用方法を記載しておりますのでぜひご一読ください。解凍できたらまず3の DCS キーバインドファイルをゲーム内で割り当てできるようにします。PC の C ドライブ、ユーザー、ユーザー名、保存したゲームの場所にある DCS フォルダを開きます。そこにインプットプロファイルというフォルダがありますので、ダウンロードした3の LUAA ファイルを貼り付けます。これで半分準備完了です。次は、ダウンロードした2のジョイトーキー設定ファイルの導入方法の説明です。ジョイトーキーとは、ジョイスティックの入力をキーボードやマウスの入力に変換し、様々なアプリケーションを操作できるようにするユーティリティソフトです。これを使用し、DCS の各種キーをパッドで入力できるようにします。概要欄に載せている公式サイトのリンクからダウンロードできます。なお、公式サイトに記載の通り、シェアウェアソフトとなっております。今のところ機能制限、使用期限制限なしで利用できますが、ライセンスは700円で購入可能ですのでご検討ください。公式サイトの案内に従ってインストールできたら、設定ファイルの適用に移ります。はじめにダウンロードした2のファイルを PC のドキュメント、ジョイトーキーの場所に貼り付けます。これで事前準備は完了です。なお、ジョイトーキーはゲーム中は常に起動させておく必要がありますので、PC の機能で自動起動させておくと便利です。それではジョイトーキーを起動します。起動するとポップアップが表示されますので、画面左で F16C を選択します。これでゲームパッドの入力がキーボードの入力に変換されます。ジョイトーキーを上のタブで最小化します。それでは、DCS 内での設定に移ります。ミッションエディターを開きます。マップを購入されている場合は選択します。マウスホイールで拡大します。左の航空機マークを選択します。右に航空機スポーンのメニューが表示されるので F16C を選択します。その状態で画面をクリックすると機体が配置されます。画面右中央のボタンで並走切り替えメニューが開きます。対空、対地ミサイル、爆弾やロケットポットなど、お好みで並走を選択します。メニューの機体名の下に NPC の熟練度が表示されており、ここでプレイヤーを選択すると操縦が可能になります。画面左の緑色のボタンで飛行開始です。現在のミッション内容を保存するか確認されるのでどちらかをクリックします。エスケープキーを押してメニューを開きます。アジャストコントロールをクリックします。キーバインドが表示されますので、左上が F16 になっていることを確認します。どこでもいいので1箇所クリックします。キーボードのバインドの欄が選択され明るくなります。右のロードプロファイルをクリックします。すると、動画前半で DCS フォルダに入れた LUAA ファイルが表示されますので、選択して OK を押してください。これでキーが DCS に設定されました。右下の OK を押して閉じます。これでパッドで機体の操作ができるようになりました。基本的な操作を説明します。十字キー右と右スティックで視点移動、L1、L2 ボタンでズームも可能です。右スティック押し込みでカーソルが表示されます。視点移動と同じキーで操作でき、機内の各種スイッチのクリック操作に使用します。十字キー右と L1、L2 ボタンでクリックできます。
もう一度右スティック押し込みでカーソルが消えます。左スティックでロール操作です。右スティック上下でスロットルレバーの操作、十字キー下向きと三角ボタンでエアブレーキ、この時同時に車輪のブレーキも作動しています。ボタンを離すと両方のブレーキが解除されます。十字キー下向きと×ボタンで着陸ギア展開、もう一度押すと格納されます。×ボタンでチャフ、フレア、これにて基本的なボタン説明を終わります。今回の内容以外の対地、対空攻撃やレーダー操作のキーについては動画前半でダウンロードしたファイルの1、ゲームパッドバインドメモに記載しています。まだ空いているパッドのボタンもありますので、ご自身の押しやすいボタンに適宜割り当てていただければと思います。今後は兵装の種類ごとに短めのチュートリアル動画を作成しようと思っています。また操作方法が分かりやすく解説されている動画のリンクを概要欄に載せていますので参考にしてください。分かりにくいところもあったかもしれませんが、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。